さあ連敗を止めたい仙台、ホームでのゲームになりました。札幌は7戦負けなしという勢いのある今日の第11節を迎えました。前半の16分です。サイドから高いボールを送ってこぼれたところ、菅大輝からターンしてシュート、これは本当に落ち着いていました。いや、落としも良ければシュートも良しとね、はい、いうことないですよね。前半の16分、時間帯も非常に良かったですね、うん、この時間帯最高に良かったですよね。この落としも良くていい流れを持ってアウェーでのゲーム、うん、先制点を奪ったのは札幌、しかもボランチに入った今日は福森、そこでの起用が当たったという形で先制ゴールとなりました。さあ後半ですが、やや攻撃に圧がかかっている仙台、西村がここをかわしてシュート。1対1の勝負が大事だと今日話していた仙台の渡辺監督、それを表現しました。そうですね、はい、まあ、ここね、本当西村のシュートめちゃくちゃいいシュートでしたね。ここね、はい、かわして冷静に決めましたよね。ここに行くまでにやっぱりこの石原が入って、石原がまあボール奪われなかった、はい、でそこで、西村がうまくボールを取ってね、ゴールまで行けた、いい流れでしたよね。同点に追いつきました。しかしその後キム・ミンテが2枚目のイエローカードで、これで退場ということになりました。札幌は1人少ない中で、そしてカウンターからここ折り返し、チャナティップが中央にいますが、決定機を外した後、いいシュート、はい、一本その前に決定機を外していましたが、うん、ここで相殺するような、そうですね、素晴らしいゴールになりました。いや、もうめちゃくちゃ早いですね、振りが、はい、このシュートが吸い込まれて勝ち越し成功、あとは勝ち点3へ守備の意識という中で、最後アディショナルタイムに大岩が押し込む形で同点になりました。これで、いや、これは本当にセットプレーで、まあ、最後よくこじ開けたという感じになりましたね、はい、本当ですね、はい、まあ、いい流れも、ね、あってね、ボールも取れるかなっていうところもありましたけど、はい、